はい、どうもこんばんは、適当です。今日はウィニングポスト10の続きやっていこうと思います。2017年10月からやっていきます。よろしくお願いします。よいしょ。今日はちょっとね、あんまりやるつもりではなかったんだけど、ちょっと間空いちゃうとさ、あれだったから、ちょっとあんま長くはやらないけど、ちょろっとやります。モーエディションがデビュー2戦目か。アポロ2歳ステークス負けちゃったんよね。インシャリマグロ、マグロは強えが、あとね、ちょっとこの辺のリスナーバー変わってるから、ちょっと変えようか。銀シャリカツはもういないだろ。いるか。いや、多分もういない。アーモンはいる。黒バサシ、クラオチ。こんぐらいかな。サンクチュアリは名前つけたっけ？まだつけてないような気がする。うん、つけてないな。あ、サーモンいるわ。サーモンいた。サーモンいるね。よしよしよし。特審判長が慶応派。早熟。嫌がってるからな。フラワーがエリザベス級。なるほど。どれを、その、熾烈消去するかなんやけど。鈴鹿が言うて、早めないんよな。爆心を、特審判長は早熟だし。もうエディションは負けちゃったし、ちょっとわかんねえな。次世代を担う馬がわかんねえ、まだ。ユーテキトも結構強いのか。あ、そうでもない。まあ、2歳新馬で立ち上がってくれればだな。レイサラ結構頑張ってる。レイサラにいつやるか。出る時もデビュー決まった。出る時もデビュー決まった。適当スカイズ一番人気。地方事実、牝馬限定戦かな。ほい。外に適当スカイズ。ここで先頭はスタヤインパルス。後続も横いっぱいに広がっている。さあ先頭は適当スカイズ。あと200m。先頭は依然として適当スカイズ。2番手はララベル。適当スカイズ。これちょっとデバル。適当スカイズ。あぶね。適当スカイズ。1着、2着はビスカリア。3着にタイニーダンサー。勝ったのは適当スカイズ。能力ついた、もしかして見逃したな今。もうエイディショーフ、バサシバードがデビュー戦か。田村調子悪いんでやめよう。防寒系です。適当スカイズもちょっと期待できそうだな。防寒やけん、力強く。マグロ。言うてマグロもなんかな。好
スピードがもしかしたらない説出てきたんだよな。だからスピードないならいくら鍛え上げても無駄なんじゃないかなって思い始めてきた。スカイズこれか。スピードもいいけど。頑張ってはいるな。これは飛ばしていいか。2着勝てんな。どうも。あ、こんばんは。よいしょ。お久しぶりです。で最近やってなかったからな、ウイポ。土日前にやろうかなと思って。よいしょ。寒い。報告なう。報告なうか。オッケーオッケー。最近寒いからな。夜ね、寒いと眠くなんだよな。絶好調。もうええでし。もうええでしょう。もしかしてそんな強くない説出てきたな。ある程度爆心王がね、マイルチャンピオンシップに出ると最近勝ててねえんだよな。2着が多いけど、あ、出すか。アクティブ敵という牝馬ステークス、これいいな。ビクトリアマイル勝ってるから、はい。一気に気温が下がったからさ、夜とかもうね、黒コスミア帰ってきたらもうヘトヘトで飯食って風呂入ったらもう眠くなるんで、だからちょっと最近できてなかった。これは厳しい。体調もちょっと悪かった。忙しかったのもあって、今日ちょっとね休みだったからリフレッシュしてちょろっとやるかなと。あー強いな。かわすアクティブ的とゴールイン。2着はブリウリ、ブリウリ、3着にクロコスミア、これが G1 馬の実力だ。アクティブテキと、あとアサシチャプチとスペシャルウィークの子供がめっちゃ期待できそう。東京校舎か、これいいね。というかシャフリーレーン、イスグラッシュ、ディアドラ、大これはもうちょっとダイジェストで見ようか。ちょっと相手が強すぎる。オーバーポーション先頭、外からリスグラシュ、ディアドラ、さあ先頭は今度はリスグラシュ、2番手はディアドラ、とてつもない強さ。リスグラシュ1着、メンバーがリスグラシュ完勝、2着はディアドラ、リスグラシュついに牝馬三冠達成です。競馬史に残る名品の誕生です。リスグラシュが本当史実だったらね、コバの時に覚醒するんだけど、最初から覚醒してんだよな。これは勝てねえわ。ボボも含めてその世代最強馬になるんだけど、このリスグラシュはもう春から強いから、クラシック路線でもうすでに強いからどうしようもねえな。フリーレも頑張ってるけどな。激闘ジャカルタデビュー、あとは分からん。フリーレ
ごいな。どれだったかな。これ。こいつこいつ。これがついてんだよな。反抗的だけど。スペシャルウィークバザシーチャプチェ。こいつがちょっと楽しみだ。入り場。バサシフラワーは入り場でいいとして。入り場出しすぎ問題あるね。1頭ぐらい。マイルチャンピオンシップ出すか。東京校舎やけんな。ジャパンカップ行ってみるか。後だい。シバルグランが勝つレースかな。これ。よし。なもんかな。フリーレンジャパンカップ。はやめようか。人じゃかる。私クエ用の子供か一応。クエ用の子供も結構さ活躍馬で出てるから、そろそろ継投確率とかないのかな。まだ早いか。あと G1 馬が5、6頭生まれりゃ継投確率できそうだね。まさしくクエ用継投。2着はエアコロニス、3着にベルズレジナ。これは桁外れの強さだ。敵闘ジャカルタ。クエヨクエヨケイトを確立したいな。なんかあるやん、このサンデーサイレンス系とかキングカメハメハ系とかそういう感じで、まさしくクエヨ系みたいなのができればいいけどな。6着か、よえ。オープン特別、これもちょっと厳しいかな。2着結構飛ばすのをちょっと対応してるからな。ちょっと馬が重くなっちゃったから。で銀シャリマグロ、マグロもね、なんか負けちゃったんよな、ここで。だからもしかしたらこんな強くない説出てきたんだよな。環境変化ばっついちゃった。これ良くないな。直進番長はまあ順調ではあるんよな。これ期待してていい。ただ早熟だから、まあ、早めにね。フラワーエディション、もうエディションも負けてるし、ワクシンはマイル。あ、なんかバス、有馬記念か。これはやめようか。出れないと思うな、まず。いいレースがない。ちょっと間が空いちゃったけどもしょうがないな。的ここら辺が煮詰まってきてんな。ジャカル
あ、銀シャリマグロ一応見ますか。俺結構こいつ大事に育ててるんだけど、前回なんで負けたのか分かんねえんだよ。ちょっと敗因がよく分かんなかった。銀シャリマグロ先頭、これはさすがに体勢消したか。マイネルスワーブ必死に追い返してた。この差は果たして縮まるか。ほら、なんかね追いつかれる。銀シャリマグロ意地を見せる。2番手はマイネルスワーブ。ああ、でも銀シャリマグロ先頭だ。銀シャリマグロ一着。もしかしたらスピードがない説が出てきてる。3着にサロニカ、これは物が違う。銀シャリマグロ、うわ、顔飛び。スピないから失速しちゃう？わからん。いや、ちょっとわかんないんだよな、原因が。まだ能力がね、全部わかってないから。あ、パワーかな。坂が苦手なだけかもしんねえ。もしかしたら。あ、これ坂が苦手なのか。マグロ。あー、これだ、負けた原因。パワーがねえ。だから坂あるとこは出ちゃダメだ。京都は坂ないのに、だけに勝ってたんや多分。阪神は良くないなこれ。そうで、出すレース考えないと。京都がいいか。連続で出してみるか。あ、ちょっとね、様子見で。よし、これで様子見ましょう。朝日ワースがやべえ。調子が悪すぎる。ワース何も決まってねえや。自走送信は、そのまま出るんで。あ、いや。ほい。あ、直進パンチ。一番人気。タワーオブロンドンに勝ってんのすげえな。ダノンスマッシュ。デルビオ。この世代ね、2歳馬のタワーオブロンドめっちゃ強かったし、ミスターメロディも強いし、ダノンスマッシュはもちろん強いし、スティルビオも強いから、これ相当いいよ。特設機やな。これやっぱ G1 取れそうだな。2歳 G1。勝てばやけど。フロンティア先頭、外からダノンスマッシュ先頭、フロンティア懸命に追いすがります。直進番長まだ後ろ、懸命に前を追っています。あれ、これ誰？ダノンスマッシュ先頭、リードは2馬身から3馬身、残り 200m を通過して、先頭はダノンスマッシュ、残り 100m、 2番手は直進番長ダノンスマッシュ先頭だ。あ、惜しい。先頭はダノンスマッシュ1着でゴールイン。あ、でも勝負にはなるな。三着にタワーオブロンドン、見事に勝ちました。ダノンスマッシュ、インバならなーって感じだけど、スマッシュとね別になるから、オスやけんぶつかるんよな。ダノンスマッシュがフューチャリティステークス出てくんならオープフル行くか、こっちの方がなんか勝てそうな気がするけどな。インシャリハリス、ちょっと見るか。銀
車にハリソン先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。残り 200m、 銀シャリハリソンアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手は大輝フェルブール、銀シャリハリソン1着、銀シャリハリソン完勝。2着は大輝フェルブール、これは桁外れの強さだ。銀シャリハリソン、あれに出すか。2歳ダート G1 ランキング3区インバか。アルゼンチンマーブリチャーとかいいの。スワーブリチャード先頭、2馬身から3馬身のリード、外回して内で食い下がる。パフォーマープロミス、スワーブリチャード先頭、粘る粘る、3馬身から4馬身のリード、内で食い下がる。パフォーマープロミス、あと 200m、 後続はまだ後ろ。スワーブリチャード先頭です。このまま押し切るか。2番手はタンタアレグリア、スワーブリチャード1着、スワーブリチャード完勝。2着はタンタアレグリア、これが G1 馬だ。スワーブリチャード、レコートだ。ハーツクライサングが史実よりもなんか活躍してんだよな、ウイポの世界だと。あ、バサシフラワー、エリジョ、伊藤だしか。よいしょ。マグロが。マクシン。お、アフラさん。こんちゃ。フラワーに、バグつけるか。牝馬限定戦ならまだ強いからな。オペラ王がデビュー。2歳世代にちょっと期待はしてるが、カードクイーンリップル強すぎて大損した。マジかよ。だから引き時って言ったじゃないですか。まあでも言うてあれだろ、大損ちってもまだ勝ってるだろ。アパレル的と、これやめようか。まあ一応やろ、大丈夫よ。放牧して長距離出すか。有馬記念出すぎないよな。あ、これ誰？セルフ適当。これはもう引退かもな。まだ早いって。優勝取ってねえんだよな、この子。出るレースがねえからな。引退しよう。これ一回出すか。アリソン、東進出ステークス。アリソン、わがままついてんのか。ルヴァンスレーブがいる。やべえ、ルヴァンスレーブには勝てねえかも。馬娘はまだかね。馬娘は私はやっておりませぬ。最初の方ちょっと3ヶ月ぐらいやってたけど、やめちゃった。優勝権まだできる。私娘はまだかね。私娘はね、あの人に言って、偉い、なんだ。馬娘のアプリ開発してる社長なんだっけ、あの人またね、2歳までいい馬引いたんよな。この間、なんか東京2歳ステークスみたいなの、なんか勝った馬がまたあの人の馬で、またいい馬引いたんよな。だけど馬娘の
儲けた金を競馬に突っ込んでんだよな。でいい馬買ってその馬がさ活躍してんだよな。毎年なんかいい馬取ってるから、私オペラをデビュー戦これは勝つだろ。藤田さんや、あの人ね、マジで僕ピカチュウ、藤谷さんの力力こんばんは、馬主の方の競馬家、藤田さんだよね、確か。なんかいつもね、なんか G1 級の馬を毎年ね、そうそう、エリキング毎年強かったな。馬刺しオペラを独走、馬刺しオペラを強い、ぶっちぎりです。2着はなんかね、体が結構ねまだ絞れてなくてブヨブヨだったんよ。これは桁外れの強さだ。これ負ける、人気あったけどなんか負けそうやねと思ってさ、ボーと見てたら普通に勝ったけん、あれ強いぞ、絞ったらもっと強くなると思うから。あ、分かんないけどな、2歳時点じゃさ、あの人なんかいい馬ば結構なんであんなに買えるんだろうな。大差勝ちだ、ほら圧勝だ。いや、豊かで、豊かさんで。フェザー。これは飛ばすか。3着。これは見るか。フラワー2番人気。謎の外国馬。リス。最強馬ができ、現役最強馬が出てる。無敗の三冠牝馬。さすがにちょっと勝てねえか。朝日フラワーでも。言うてフラワーも二冠馬なんだけど。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。三歳牝馬が秋華賞の勢いそのままに、二歳馬もそうだけど。それとも3歳馬のさ、その4月ぐらいのクラシック始まる前までこうどの馬が一番強いかみたいな時が一番面白いんだよな、競馬。位置を確保したいところ、ダンサーズイマジン。まだ勝負付けが済んでねえからさ、前走で破れ、あの馬とあの馬が戦ったらどうなるんだろうみたいな妄想が膨らむ。その漆黒の馬体には力強さがみなぎっています。クイーン芝の名手を背にひときわ大きな歓声が上がります。負けられないライバルとの戦い、静かに闘志を燃やします。リスグラシュー、前走の敗戦、鞍上は牝、また一頭影の実力、人気はそこそこですが、その実ついに大一番を迎えました。こいつも強い。ライバル対決に終止。こちらは今日の2番人気、人気は譲っても勝利を譲る気はありません。フラワーどうだろう。朝日フラワー、牝馬の名手を背にこの大舞台に挑みます。大きな舞台は鞍上の得意とするところ、おそらく場所を狙っているでしょう。前走の敗退、直線の差し、はるばる海外から参戦、このレース注目の一頭です。今日はどん数々の鞍上は芝の、さあいよいよ、てってれててってれててってれてて、エビ城がフラワー行ってくれ、行ってくれ。エビ城がね、毎年始まるたびにスノーフェアリーの幻影をね、みんな探すからな。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が5番がちょっとあれやな、勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも注意しないと、実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のルージュバックゲートに入って、有馬記念も本当に勝つんじゃない。大きな出遅れはありませんでした。さて何がいくんでしょうか。マサシフラワー前に行きそうです。黒コスミア、それに続いています。さらにはソウルスターリー、二代ダンサーズイマジン、その後ろ先手を取ったのはマサシフラワー、エレベートアロス、それに続いています。内からは適当デジタル、黒コスミアが競ってきてる。その後ろ、あーいいとこいるな、リスグラシュ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。一番人気のリスグラシュ、あでも囲めばの中ほどにつけています。これに続いてこの辺の馬がバッて前に行ってくれんかな、こいつを閉じ込めてくれんかな。欲しいぞこれ、ここを持ってあげろ、閉めろ閉めろ。ルージュバック
1000メートルを通過。ここに入ってくれ。ここまでほぼ平均ペース。展開への影響はなさそうです。平均ペース。先頭から最高峰までおよそ10馬身。内を開けるな。展開になりました。そしたら閉じ。ここで出てこれ。先頭に変わりました。アサシフラワー。これかここら辺の馬が下がっていくか。黒コスミア3番手。金馬3冠馬。リスグラシュまだ後ろ。この位置から果たして届くかどうか。これが上がっていけ。2代目も追い上げていきます。さあ先頭は適当デジタル。その隣からはアサシフラワー。うん、アイチョルンよな。その後ろアイチョルね。スターカウンター。さあ決着をつける時が来た。日本と世界意地のぶつかり合いだ。先頭変わってアサシフラワー。外からはリスグラシュ。あと200メートル。リスグラシュ。先頭だ。あと100。こいつも強い。2番手は出した。とてつもない強さ。リスグラシュ。リスグラシュ完勝。2着は完敗だな。3着にバサシフラワー。リスグラシュ牝馬3冠に加えてもう1冠。もはや牝馬に敵なし、真の女王の座に上り詰めました。もしかしたら歴代でも最強かもしれんね、リスグラシュ。このリスグラシュちょっと圧倒的すぎるな。普通にこあのジャパンカップ出ろよっていうぐらい強かったな。あ、バクシンを。あー、海外行くのか。行ってもいいけど。あ、記念に出してみるか。出るレースがないんだよな、あんまり。ローフェイザー。フラワーが放牧したね。バースが放牧。ギャルソン、アリソンは2歳児。ヒイラギス。オペラをどうするかだなぁ。放牧して出すか。私オペラをチェックしてないな。ちょっと私ほい。あとはリーチ消去できる。人形かな。多分やるか。まだサーモンも諦めてないんだけどな、言うて。もうええでしょ。飛ばす。あった。マイルチャンピオンシップ2番人気。ヘルシアンナイトがいるな。アングレーザー、ファイニングレッツゴードンキー、レッドパルクス。あ、 G1 連勝できてんのか。ここら辺か。2着が多いんだよな、バクシンを。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優馬で歴戦のスピード自慢が集まりました。この馬にとって恵まれた最有馬枠。スタートを決め芝の名手を攻めこの大舞台に挑みます。安城の高リードでいざ G1 制覇へ。ペルシアンナイト、悠然としたその漆黒。人気はそこそこですが、関係者からは自信のコメントが返ってくる。サラブレッドらしい見事な直線勝負に徹する。前走を解消しているこの馬、この舞台でどこまでやれるか注目です。え、フリードの美しい馬体、前走では惜しくも勝ちを逃しました。人気上位馬を脅かさんと、サングレーザーも強かったんだけどな。この馬を軽視することはできません。3
振り毛の美しい馬前走の敗退を糧にして、なんとか鞍上は芝の木前走で敗れはしましたが、リバインコードだ、まだ見限られるよ。スプリンターズステークスも制した勢いを買って、今の短距離 G1 連覇を狙います。短距離王はこいつか、短距離王座を譲れないレッドファルクス。こちらは今日の2番人気、2番人気、人気は譲っても勝利を、前走の敗戦をまた一頭。さあいよいよファンファーレです。最近 G1 がね勝ててないから勝ちたいな。爆心を頼んだぞ。いい加減爆心をも勝ってもいい頃だけどな。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦、マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠のミスパンテール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはエアスピネル、ジューヌエコール、この馬も好スタートを切りました。前哨戦の勝ち馬エアスピネル行きました。これに続くのがジューヌエコール、先手を取ったのはエアスピネル、これに続くのがレーヌミノル、その外からマサシバクシン王、緑の帽子レッツゴードンキ、その後ろここにつけたのがサクラゴスペル。さあ先頭は依然として7番エアスピネル、2番手はレーヌミノル、ジューヌエコール、3番手 G1 2勝レッドファルクス、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はエアスピネル、レーヌミノル、続いていますジューヌエコール、その後ろ離れてマサシバクシン王、ロジチャリス、続いています。さあ直線に入りました。これからの勝負、エアスピネル先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。200を切った、先頭は変わってエルシアンナイト、後方から一気にサングレーザー、エルシアンナイト1着、エルシアンナイト完勝、2着はサングレーザー、3着にレッドファルクス、見事に勝ちました。エルシアンナイト変か、4着だね。誤解されてた、悲しい。多分ね、もう爆心はね、そろそろピークが来てるんだよな。今ピークだと思う、多分。ワンチャンもう落ちるかもしんねえからな。ちょっと、あってもおかしくないあれだったんだけど。こいつまたなんか、海外に行くのか。やめような。ほい、マサシオペロヒイラギシュ、ミチャリティステークス、ジナンボステルビュー、あれダノンスマッシュいねえのか。ダノンスマッシュいねえならこっち出すけど、あ、こっちにいる、ホープフルにいるわ、ダノンスマッシュ。じゃあ、こっちでようか、朝日杯。これでいいや。このままで。安心カップか。なんかなぁ。これ、安心カップもうやめよう。あ、いつも勝ちきってねえから。待たせよう。印象にサーモンがいるか。じゃあしょうがねえか。東京新聞杯。バサシス
やば。なんかなかなかこいつも出れねえな。大山エンバースティサンタクロース有馬記念デジタルか。あーこれやめましょう。あーポイズステークスまたディアドロいいんだけど。いや関西未勝利タッキー、あーこれー名古屋グランプリからの川崎記念だそう。ワンデスタ2勝クラス3着インシャリマグロ6番人気。マジかよマグロお前。これ飛ばすけど4着かマジか。うーん坂ねえとこ選んだんだけどまだ良くないかもな。ジャパンカップ4番人気これ頑張ってんな4番人気。まあ北さん里台スワーブいるから他もチバルグランとかも強いけどな。リアルスティール4番人気だけど多分もっと負けると思うわ。勝ってくれたら嬉しいけど。相手が強いな。後続とは3馬身以上さらに突き放します。このダイヤモンドやはり最後はこの2強だ。里のダイヤモンド手応えは悪くない。残り 200m を通過して先頭は依然として北サンブラック。2番手は里のダイヤモンド。北サンブラック先頭だ。北サンブラック1着2着は里のダイヤモンド3着に馬鹿引き王座をかけたまさに世紀の大一番。この戦いを制したのは北サンブラック。マカ引き、マカ引き、あオリックスの記録破られた。2分22 2秒2を破った。マカ引き頑張ったな。いやちょっとレベルが高かったか。赤引き頑張ったな。あ2歳未勝利一勝クラスが多いな。絶好調。今年の年末はディストラがはかどりそうだな。粛清しないといかん。ジブラリー、なんでフェブラリー愛知杯でも出すか。
次。インテキと12月1週オペラをちょっと誰育てるかまだ決まってないんだけどな。オペラをちょっと育てるか。いやマグロがなんかいまいちっぽいのがちょっと悲しいな。まだ晩成だから言うて言うてな。はい、アサシバードは、はい、あ、1戦目は見よう。ドローマもバサシバード先頭、その差は2馬身から3馬身。これもバサシの血を引いてるからな。バサシバード先頭、残り 200m、 先頭は依然としてバサシバード。よしよしよし。2番手はブラゾンダムール。バサシバード、この馬で決まりか。バサシバード1着、バサシバード完勝。2着はブラゾンダムール。ブラゾンダムールって結構強い馬だったような気がするな。強いっていうか、そのもうちょい上のクラスにいたような馬だろう。田村ハンサム。あー、ハボタン賞か。やべえ、オブセッションいる。こいつ弥生賞までは強、弥生賞の前のレースぐらいまでは強かった。クラシック候補って言われてたんだけどな。下手したらダービー候補とまで言われたけど、保証したんだよな、オブセッション。これちょっと見たいな。俺個人的にオブセッションが気になる。ポグで取ってたし。ゴーフォーザサミット、先頭前に迫る適当フェザー、あと 200m。 ここで先頭変わってオブセッション。2番手は適当フェザ ー、 やっぱ強いな。先頭だ、先頭はオブセッション。1着でゴール、2着は適当フェザー、オブセッション。2着ならまあまあまあ、見事1番人気に応えました。相手が強かったしな。こいつもパワーないな。ヤカルタ1番人気、これ飛ばすか。あったね。そう、有馬記念はちょっと馬身にはちょっとあんまり勝てないからな。さあ、ハリソンが全日本2歳優秀。早熟やからワンチャンあると思うが、独身パッチを来週まで持ってくれ。マグロ。あ、ワース。アサシワースはもうちょっとか。長距離ないよな。フェザー。お、こいつ早熟かよ、フェザー。マジか。あ、ちょっと不安だな。バードなのかな。はい、インシャリハリソン2番人気。ルヴァンスレーブがいいんだよな。どうなるかわかんねえ。ちょっと見るわ。全日本2歳優秀 JPN1。 こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。好スタートを決めたのはルヴァンスレーブ、山のファイト。ノーマも好スタートを切りました。銀シャリハリソン前に行きそうです。サムライドライブそれに続いています。さらには山のファイト、足毛の馬体、竜の雪菜、その後ろルヴァンスレーブもなんかいつの間にその後ろからいなくなったけどさ、アイデスアズリーナ3歳の時めっちゃ強かったよな、ずっと無敗だったよな。その後ろこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、グレートカダンス、それに続きます。その外からストロングハート、怪我したのかな、内からはハッピーグリーン、さらにはサザンビグラス、その後ろにミスマンマミーヤ、ブローペース、しんがりからベリークリーム、各馬砂煙を上げてかけていきます。もうちょい前行くか、もう一度見ていきましょう。14番ルヴァンスレーブ依然として先頭、わやばいこれやばい負けるぞこれ。2番手はサムライドライブ、山のファイト、3番手ブローペースで一番人気が、この位置は果たしてどうか。さあ直線に入りました、引き離してたら終わりだろ。ここ直線は短い、ルヴァンスレーブ先頭、差が広がる広がる、銀シャリハリソン足を伸ばす、この差は果たしてどうか。うわ強いわこの馬、ルヴァンスレーブ後ろは大きく離れた、ルヴァンスレーブ圧勝、今ゴールイン、これは強いな。2着は銀シャリハリソン、3着にベリークリーム、やはり中央の馬が強かった、勝ったのはルヴァンスレーブ。ちょっとこの世代のダートレースはこいつを避けないときちいか。ハリソン早熟なんよね、だからもう上がり目はそんなにねえ。いやーちょっと実力の差を見せつけられたな。いいことです、飛ばします。2歳馬に期待したいけど、なかなか厳しいもんがあるのかもな。直進番長がね、これ取ってくれそうだから、アサヒハイフューチャリティステークス。で、馬刺しオペラも結構頑張ってくれそうだから、特性つけてね、なんとか。馬刺しオペラを除外されたんだが。マジかよ。あー、もう、うまくいかんな。デビューが遅かったんだよな。ちょっと休ませるか。直進番長にバフつけて、で ハリソンは早熟だろ、ヒアシンス出さなくてもいいけど、はい、ホースポ見ようか。直進番長、一番の注目は直進番長、父グラスワンダー、三浦では早くも怪物、物が違うとの噂が飛び交っている。グラスワンダーも勝ってるからな、この朝日杯勝てば親子制覇、対するはダノンプレミアム、ステルビオ。とか、ダノンプレミアムいんのか。まあでも、勝ってくれ。先にこっちかよ。一瞬3番人気かと思った。あ、オーディに負けてんのか。先頭外から活撃キトキト、強いけど先頭、2番手は活撃キトキト、アオーディゴールイン、2着は活撃キトキト、3着に天馬ダンダーニー、勝ったのはアオーディ。パワーポイズステークス E3 だろこれ、見えるか。エイシンティンクル先頭、ジュールポレール伸びてきた、200を切った、先頭は変わってジュールポレール、2番手は適当デジタル、ジュールポレール、これは体勢決したか、 G3 すら勝てなくなってきたわ。強い強い、ジュールポレール圧勝ゴールイン、2着は適当デジタル、見事に勝ちました。ジュールポレール適当デジタル、なんとか2着を確保しています。アルティティ
飛ばす。デスジャーニーが結構強い。2歳銀の時にね、確か怪我して1年ぐらい牧場にいたんかな。でそれ終わった後結構人気になってた。結構素質馬だったよな、ブレスジャーニー。はい、3着か。さあ、一番人気一応。あ、ダノンプレミアムに人気勝ってたすげえな。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。直線勝負にかけるこの馬にとって、この最内は芝の名手を手に、この前走の敗退を糧にして、なんとか頑張って、直線の差し比べなら、この数々の足毛伝説が期待をかきたて、また一頭、影の実力、G1 の大舞台、ファンはこの馬を一番人気に支持しました。極真番長。前走を解消しているこの馬、前走での見事な勝利をここにつなげたいところです。ダノンプレミアム、ダノンの最高傑作って、ね、この時言われてたんだけどな。ダノンプレミアム、これぐらいから結構ダノンの活躍馬がね結構出始めたんよな。栗色の美しい馬体にはこの大舞台サラブレッドらしい見事な影の馬体が、鞍上は芝の騎乗に定評あり、ここは一発を狙っています。タワーオブロンドン、数々の悠然とした漆黒の馬体に何かを起こす気配、そこそこの人気 G1 の大舞台、あまり人気はありませんが主役の座、さあいよいよ発走。ここら辺の世代なんか懐かしいな。結構競馬ハマドハマり してた時期かもしれない。いてグラスワンダーの子供がさ、朝日杯とか先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。廃物と言われたから、そして完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠の敬愛ノーテック、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ウェーブカフェ、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウェーブカフェ、花に立ちます。その後ろからはカフェコレクター、この馬も上がっていく構えです。さらには次男坊、無敗のレッドエレイン、その後ろカフェコレクター、先手を取りました。少し離れてオースミレブン続いています。その外からダノンプレミアム、カシアス、それに続いています。これに続いてカーソンワイル、赤の帽子、エントシャイデン、その後ろレッドシンガポール、その前に進出極真バンド、ペースはどうなんだ、後ろからになりましたビッグアッパー、そのうちに続いています。先頭は依然としてカフェコレクター、次男坊、ほとんど差がありません。レッドエレイン、3番手極真バンチョ、ちょっとボチャついとんな。後続も追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。次男坊、ここで先頭に躍り出た。しかし後続はすぐ後ろ、しのぎ切れるか。ダノンプレミアム、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、極真番長、まだ後ろ懸命に前を追っています。残り 200m、 極真番長抜けた。2番手はダノンプレミアム、った、これはいい勝ち方だな。よっしゃー、888、ありがとうございます。1着は久しぶり勝ったな。 G1 3着にタワーオブロンドン、極真番長、 G1 の大舞台で見事一番人気に応えました。これがな、早熟じゃなけりゃな。あ、でも NHK 前年くらいまではまだいけそうだね。サツキはいける、サツキ賞もいけるかな。ちょっと距離適性がわかん、万能か。あ、じゃあいけるわ。三冠レース出れるやん。あ、で走れる走れる。あ、でも特性つかんのか。2歳の中でトップクラスの存在だと思ってました。2歳馬もナンバーワンに、2歳馬ナンバーワンになりましたって。デムーロありがとうね。お、一応こいつが的場さんだもんな。グラスワンダーの主戦騎手。ファンタクル。あ、今週終わればもう冬やな。円山記念はやめようか。
熱血王道があるからこれが効いてんだろうな多分。ああ 2000m 以上やけん 2000m さっきの関係ねえな。そしたらバレてる。飛ばそう。よし、2017年終わり。反抗的やめてね。あ、表彰見んの忘れた。キングカメハメハ系こんな感じで馬刺しも作りたいよな。 G1 番を 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14頭出してるのか。この系統確率のそのなんだろうな、求められるあれが分かんないけど、とりあえずこんだけ G1 番出せばいいんだろう。要はすごいな。インカメ早いわ。ミスタープロスペクター系の人に金カメハメハ系が設けられる。ディープインパクト系もできた。 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,11 頭か。さあこれね、俺ちょっと厳しく見るわ。マクシーンはまだいけんのか。フラワーもまだいけんの？アーモンとマグロはまだ。アクティブはもうダメ。デジタルは遅めやけセーフ。エルフ。これ引退します。フリーレンも引退します。アパレルはまだ。適当スカイズ。早め。まだかな。アライブ、万世。これはもう放置しとくか。よし。いいえ。ゴールドアリュール引退。スペシャルウィークも引退。オーレット引退。繁殖頻繁めっちゃ増えたな。北さんブラック、やっと引退してくれたわ。あさん、イクイノックスが初年度から出るから、楽しみではあるな。あ、いいや。インジゲート。アッサンブラック。ディープスカイもいいけどな。いや、いいか。海外。いらね。トレフォン。いらね。さあ、これを。4頭引退させないかん。明日から見ようか。C。B で。因子。ついてないのか。因子ついてない C はいらんかな。私の叩き。ああ、これはいるな。セルフ的。因子なし。スピードし。カビパラ悪くねえな。B。ああ、でもクリスエスか。ロベルト。難しいですね。だって。こいつは普通にスピード C だけど。これは海外の血を入れるためにいるから。ロッドシャトルいらんかな。
ロストシャトルいらんわ。交渉的。ヤートはいる。メジャーもいる。パオル。いるな。万世。万世いいし。正直微妙やな。モンハンライズもサブパラ悪いんよな。フリーレンもいらんか。アルゼルもいらん。こんなもんかな。はい。ジボバいる。富樫引退。新人は？なんかいいやつ来た。来てないね。だって。クラブバの子供が結構活躍か。強そうなんだよな。でも早い。超物。あれ、また早熟の超物っぽいな。これ名前つけるのやめよう。なんかすぐつきそう。サンクチュアリーつける予定なんや。誰につけるかな。オーリー、テーブル。いい雰囲気。クラブだな。自分も早熟と万世は特別な名前つけるの控えてます。やっぱそうだよな。万世もそ、やめるんだ。俺結構万世は結構ね、ちょっと育てちゃうタイプやけん、つけるときあるんだよな。エヴァダート、大物。カレンダー、熱血を、あ、こいつにつけるか、サンクチュアリ。でもこれちょっと、牝馬やけんやめとこ。サンクチュアリはな、土俵。スピードがあるって分かってるのはつけるかも。ああ、なるほどな。スピードチェックとかあんましてないんでね。ああ、こいつ、サンクチュアリは、土俵やからな。男につけてえな。これでいいのか、だから。サンクチュアリ。サンクチュアリで、いっか。で、日本で。どこやる？私トレーラー。私トレーラー？ちょっと待ってな、つけるけ。こいつにやるか。メス、ヒンバと、お、あれ、どっちがいい？フランコ、こいつは結構強そうなんやな。ヒンバでいいならヒンバにつけるけど。でも、ダートなんよな、こいつ。芝、ダート。いつものバサシ、リノダンス、バサシクエヨもいるよ。これ、芝中距離。こいつにつけようか。名前なんだっけ？わさしトレーラーか。こいつにつけよう。わさしの子供はやけ。わさしの血を受け継ぐものにつけよう。わさし、ミスト。え？わさし、わさそ。わさしトレーラー。わさしトレーラー。いいね。よいしょよいしょ。
し、鈴鹿、銀シャリ、あ、銀シャリマグロもまだいるな。オペラ、バサシオペラオもいる。千番長もいる。で、バサシ、トレイラーか。バサシ、トレイラー。サンクチュアリはなし。消えた。オッケー。あれ、アヒトレーラーいるね。どこに預けるか。目立ちたがり屋。ああ、ここやな。よく知らないので断られた。チェ。ダメか。大変にやるか。あーでも強そうだなこいつな。あーワダートの大物。あーこれもあんま良くないと思うな。よしで何と走らせるか。おーお知らせを。あとマイル。ああ、まあまあまあ。短いとこ。はい、ああロードカナラーか。手当てて。ダメだ。断られちゃう。まだ俺が馬主として頼りないんだ。やべ。ごめん。大丈夫か。なんかね、OBS が今パンと落ちた。申し訳ないです。続きやっていきます。エラー入っちゃった。ああ、これちょっと。しゃあないか。よし大丈夫かな。ちょっと付け直しました。申し訳ないです。 OBS 上で、はい、いいかな。グラブ、はい、増やす。じゃあ下げるか。オペラを。あら、銀シャリサーモン除外されちゃったわ。さすがにやめよう。20周年。いい加減ちょっと凱旋門を意識しねえと、これ糸になったら終わるんだってなるな。海外旅行、まあ海外旅行行っていいけど。あー誰と行くか。正直誰とも別に行きたくないけど、こいつ関係なくね。男と行くのもちょっとおかしいよな。友人、
知らねえやついるんだが、このクラブを任せてるこの人招待するか。岩田若葉ちゃんし見たことねえけど。お守りくれんのかな。男キャラは水着見れないのか。見れないんやろな、差別だな。女性プレイヤーからしたらね、サービスカット男性の方がいいってなるかもしんねえのにな。これ良くないな。だって相変わらず多いな。アーモンをどうするか。愛知杯も多分除外されると思うから、こういうとこに出すか。ブルースレビュー、これ距離短くね。ああいけるんか、じゃあいいか。ワース、ワースデビュー、鈴鹿は爆信号は綺麗に半分なんだよな。フラワーがガイガイ、フラワーもうちょい伸びるかな。伸びるか。ワースにつけるか。万葉ステークス、ピエール、タキ、デビュー戦、ガード、ジャカルタ、ケース。これ、マイルなんよな。これなら、新山記念の方がいいよな。新山、フェアリーステークスでいいやん。なぜ、京成杯へ行く。なもんやな。で、アライブが、完成。ちょっと間を貸しとく、寝かしとくか。はい、これで OK。はい、はい、アドマイヤエイカン。フェアリーステークス、ケール滝のデビュー戦、アッパレルロート記念、アルク、ピエールタッチ。ネットフリックスのなんか面白い映画とかドラマさ、俺が見てるドラマによく出てくんだよな、ピエールタッチ。外から勢いよくピエールタッチ先頭、残り 200m、 後続はまだ後ろ、2番手はエアオナ。あ、ちょ、演技上手だ。大きく離れました。エールタキ先頭だ。エールタキ強い強い。エールタキ圧勝ゴールイン。2着はエアオナ、3着にフランバーケール。特性ゲーだな。これはものが違う、うん、最近特性がついてないんよ。だからなんか引き抜ける馬がいねえわ。なんか史実馬とまともにやり合えてないもん。特性やな。ジャカルタ
一着取んねえとな。あ、ラッキーライラックいるわ。あれジャカルタ強くない？もしかしてレッドベルローズ。ラッキーライラックがちょっと怖いか。まだ覚醒前。コーディエライト先頭、外から勢いよくラッキーライラック先頭、200を切ったラッキーライラック。あ、買わせるか。このまま振り切れるか。あ、やっぱ強いよな、ラッキーライラック。ジャカルタ、ラッキーライラック、ゴールイン。ラッキーライラックだわ。2着にはどうやら適当ジャカルタ。あ、頑張ったのはラッキーライラック適当ジャカルタ。ここは2着まで。普通に強かった。いやー、特性取れなかったのきついな。お隣やばいな。手術しねえと。これお隣ってどうやって直すんだっけ。なんかあったよな、やり方。うわ、喉鳴りや。あ、喉鳴りって言ったら、ダイワメジャーを一番最初に思い出すかな、俺は。あと、9までは直せたけど。直せたか。アーツクライも、晩年、喉鳴りひどかったもんな。喉鳴りか。これやっぱなんかイベントないと無理か。ちょっと、運だな、これな。久しぶり見たら喉鳴り。やべえ。人間で言ったら喘息持ちみたいなもんだから大変だよな。ジャカルタこれか。あ、クイーン出してもいい。アスナロッシュ。よしよし。はい。手術状況はもうできないか。あ、できんね。菜の花賞、馬刺しバード、万人。ミュージアムヒルって、あんまわからん。ちょっと見るか。これちょっと見るわ。馬刺しバード先頭、その差は1馬身から2馬身。残り 200m を通過して馬刺しバード意地を見せる。2番手はアンフィトリテ、馬刺しバード先頭、馬刺しバード、馬刺しバード。アンフィトリテもいたのか。アンフィトリテ3着にサリアニシキ、見事に勝ちました。馬刺しバード、バードはまあまあ。特性特性特性バナイか。ラショーム、マグロ、バンバンに。ちょっとマグロはしばらく放置。マジか、マグロ。お前ダートを走ってたけど、ダートが苦手ってだけじゃない？大丈夫か？わーす、負けすぎだな。14着は俺結構マグロに手術調教してたんだけどな。馬刺しバース先頭、突き放しにかかります。北三ジープ懸命に追いすがります。あと 200m、 馬刺しバース余力は十分、さらに引き離していく。銀シャリ一族不調だな。馬刺しバース1着、馬刺しバース完勝。2着は微妙です。これは物が違う。馬刺しバース結構強いな。あ、でもタイムクソせえな。当てになんねえか。内崎市で、まあいいや。まあでもトップクラスって言ってるな、スピード。え？
馬刺し鈴が一番人気。なんで？マジかよ。粘る粘る、3馬身から4馬身のリード、クリンチャー足を伸ばす。この差は果たしてどうだ。あと 200m、 馬刺し鈴鹿意地を見せる。2番手はレイデオロ、馬刺し鈴鹿先頭だ。あ、これか、ごめん、馬刺し鈴鹿やべえ、普通に勝ったんだけど。2着にはどうやらレイデオロ、馬刺し鈴鹿、見事な勝利です。あれ、特製付け3か。あれ、俺こいつはちょっともうピークしてるかと思ったけど、いけるんだ。エンシャリサーモン、インテキトーデビュー戦、デジタル、マグロ、こいつだ。あ、すごいレースに出たんだな。なんで1400のダートに出たんだ、謎すぎる。新しい調教、馬刺し、あ、で出すか、調子いいからな。バースはちょっと調子悪いから項目やな。コンフィニックス、ユイルト、エイザー、バースイス、できんけ。さあ、銀シャリサーモン、ちょっと見ようか。こいつはこいつで気になってんだよな、俺。ヤイブレイス。銀シャリサーモン、先頭、外から勢いよく、ティソーナ、先頭、ティソーナ、先頭、残り 200m、白山ルドルフ、先頭だ、残りわずか、ゴール前、最後の攻防、白山ルドルフ、先頭、白山ルドルフ、白山ルドルフ、1着、2着にはどうやらサートンポーション、3着に大勢サミット、勝ったのは白山ルドルフ。から負けなのか、弱点負けなのか。サーモンも引退させるかな。やべえ、菊花賞馬がいる、ピエールマンがいる。マジかよ。インテキート先頭、リードは2馬身から3馬身、残り 200m、 インテキート意地を見せる。フィエールマンいい手応え、インテキート粘る、インテキート先頭、インテキート、あー、いい勝負。攻撃戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。刺されてるな、多分。負けたわ。あー、惜しいな。しょうがないな、相手が悪い。適当でいい。チャケトラ、ディアファル先頭、粘る粘る、3馬身から4馬身のリード、200を切った、一気に後続がやってきた。2番手はシャケトラ、ディアファル先頭、ディアファル先頭だ、ディアファル、ディアファル、1着、2着はシャケトラ、3着に未来への翼、勝ったのはディアファル。やっぱダートかな、デジタルは。15、ひどい。
あ、喉鳴り治ったわ。お、サーモン左なんだろうな、難しいな。番長スプリングステークスか。まあ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 、スプリングステークスか。バイオライト記念。フラワーやなぁ。いや、鈴鹿か。あ、はい、さっきね、3番人気。相手が強えけど、2着ぐらいに入ってくれんかな。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはルールソバール。活撃ヒトキト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけて活撃ヒトキト行きました。続いてトロバを活撃ヒトキト先手を取りました。その外にバイタイガー並んで G1 馬ルールソバール、その外からレガルスイ、好位置をキープしています。テキトースカイズ、すぐ後ろにエピカリス、内からはマルヒロナッツ王、その外にプリンシアコメータ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。2100やけまだ最終直線じゃねえわ。続くのがエイシンヒート、青の帽子ストゥディウム、その後ろ、その外にケイティブレイブ、しんがりから風の子。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。各馬砂煙の中をかけていきます。もう一度先頭から栗色の馬体トロバーを一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、少し間が空いて活撃ヒトキト、そしてやや離れてルールソバール並んで無敗のサブノジニア。ここにつけたのがプリンシアコメータ、バイタイガー、すぐ後ろ並んで11番エピカリス。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はトロバーを、2番手は活撃ヒトキト、間を挟んでサブノジニア、3番手テキトースカイズ、前を捉えにかかる。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。さあ先頭に立ったのは活撃ヒトキト、しかしその差はわずか。粘り込めるか。 APN1 でもいいや、勝ってくれ。前に並びかける。一気に風の子テキトースカイズ迫る。よし、テキトースカイズ久しぶりやな。適当スカイズ1着、2着にはどうやら風の子、3着に活撃ヒトキト。やはり中央の馬が強かった。粘ったな最後。適当スカイズ、これでいいお母さんになれるわ。ブーシャムチリーダーそんなないんだけどな。頑張ってくれた。さあバサシオペラを一生クラス、これは勝ってくれよ。天満ハイネス先頭、内からぐんぐんと馬刺しオペラオ先頭、あと 200m 先頭は馬刺しオペラオ、2番手はダノンフォーチュン。馬刺しオペラオ先頭だ。馬刺しオペラオ1着、2着にはどうやらダノンフォーチュン、3着にセシルサイダー、1番人気に応えました馬刺しオペラオ、見事です。いやな、ここまではもう勝ってもらわんと困るから。
爆信号。もうええでしょ、もう。もうええでしょ。これ外しよ、外すわ。君はもう何も期待してない。いや、でもそんなこと言うのはかわいそうか。まあでも一応お気に入りを外そう。ディープインパクト的に。よいしょか。マグネリアンいるじゃん。よっか。どっちかというとちょっと短めなんよな。関西。毎日杯とかどうよ。フェブラリー出てもいいな。2番人気か。エオリアリズムが1番人気。ネオリアディズム強いけど、爆心王が負けてるとは思わないけど。ジュールポレール先頭、リードは1馬身から2馬身。いや勝てねえなマジで。足色は十分、前に迫れるか。ジュールポレール先頭、外から勢いよくネオリアリズム先頭、あと 200m ネオリアリズム。あ、さらに爆心王引退かも。2番手はジュールポレール、ネオリアリズム、ネオリアリズム1着、2着にはどうやらジュールポレール、3着にウィンブライト、ネオリアリズム。この負けは1番人気に応えました。ショックだな。行き過ぎちゃったなこれ。反抗的すぎた。爆心王引退やな。うん、多分もうこれ下っぽいな。申し訳ねえ、引退だ。マグロ。爆心王引退。うん。仕上がり早すぎるな。何でした、一番に。あった、チャカルツ。うん、ノームコアいるか。あ、見てみるか。ミンクインポート先頭、前に迫るノームコア。さあ先頭に立ったのはノームコア。外からラッキーライダック、内からマドモアゼル、前に迫るミンクインポート。ノームコア先頭、あと 200m 先頭は依然としてノームコア。ラッキーライダック必死に追います。後続は大きく離れたノームコア、強い強いノームコア。
ロンパこんな強かったっけ。2着はラッキーライダー、毎日王冠逃げ切ったよな一回。ロームコア見事一番人気に応えました。まあ強かったけど、ラッキーライダーより強いか。ヤカルタちょっとしばらく放牧やな。イエールタッキイエールタッキ先頭、2馬身から3馬身引き離す。白龍トラモス足色は十分、前に進むか。そうか、確かにそうか。ボスイエールタッキゴールイン、2着は微妙です。1番人気に応えました。イエールタッキ見事です。ウィーポってさ、そのレースで連勝するとなんかし、とてつもなくなんかバフというか、なんか強くなってたりするんだよな。査定もあるだろうし、なんかわけのわからん強さしてる時あるからな。逆に強い馬がなんか全然勝てないねっていう時もあるし、エイリオロン人気勝ってるのがするか。馬刺し鈴鹿先頭、さあプラチナムバレット一気に来た。外から竜攻撃、200を切った。後続を引き離す馬刺し鈴鹿、足色は衰えません。鈴鹿強い。2番手はグリュイエール、馬刺し鈴鹿先頭だ。馬刺し鈴鹿一着、大阪杯出る。特性マジで使ったのもったいね。馬刺し鈴鹿見事な勝利です。これでいつも前哨戦とか G2 は勝てても、G1 になると私立馬が本気出すからな。くっせー、ついたが。ついた、冬競馬。冬競馬か。まあ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 。はい、寄りまし。でも冬か。ピーク持つかな。なんならもう冬は終わるぞ。あれ？スカイズか。ああ、スカイズか。大阪杯。あ、出すか。どうす。エラーは。ヤカルタはちょっとしばらく放牧して、エールタキはいや長いレースに出したいから、アスリナショーとかがいいんじゃない。桜花賞ガード、あー、いやこれはやめようか。なんでピエール滝が笑う。いや俺が最近見てるドラマにピエール滝がよく出てくるから、ちょっとピエール滝お気に入りなんよ。これはああ、伏流ステークスとかでもいいな。こっちか。よし。で、飲むかな。ああ、フィエルマンといい勝負したインテキトは勝つだろう。これは飛ばします。勝ったね。
銀シャリサーモン2番人気飛ばします。あ、ごめん、重傷だ。これは見ようか。ラズールリッキー先頭。さあミスエルテ一気に来た。ミスエルテここで先頭に躍り出た。残り 200m を通過して先頭は依然としてミスエルテ。2番手はエイシンティンクル。なんか能力が足りねえんだろうな。1着でゴール。2着にはどうやらベアレガーロ。3着にエイシンティンクル。1番人気に応えましたミスエルテ、見事です。サーモンマジで引退かも。まだピークは過ぎてないからな。あ、ルヴァンスレーブがなんでヒヤシンスステークスに出てんの。これ見ても無駄かも。飛ばすわ。3着フェブラリー6着、あ、6番人気か。ダイジェストで見ようか。川崎記念勝ったけどやっぱフェブラリーじゃちょっと通用しねえか。先頭外からベストウォーリア、先頭ゴールドドリーム、手応えは悪くありません。ゴールドドリーム前を捉えられるか。ベストウォーリア先頭、外からゴールドドリーム、ロンコの夢足を伸ばす。先頭を捉えるか。ロンコの夢残り 200m を通過して、ここで先頭変わってゴールドドリーム、ロンコの夢抜き去った。ロンコの夢が勝つ。先頭はロンコの夢、1着でゴール。2着はベストウォーリア、3着にゴールドドリーム。鞍上お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのはロンコの夢。意外と頑張ったな、4着なら。あら、もう11時かよ。早いな。もうちょいやるか。3月か。4月までやろうかね。ワグネリアンが一番。伊坂さんはオブセッション。お前分かってるな。俺もオブセッションを強いと思ってたわ。ただ故障すんだぜ、オブセッション。ってことは俺は伊坂さんと同じレベルってことか。あー、銀シャリさんも安田記念、そういうことか。なんだろう、こいつマジでどれ出していいかわからん俺。出るですね。アサシオペラ王と、あーす審判でもいい。ああ、ディスコン。アリソン早熟なんよな。インテキトーは放牧してるか。足分けねんか。出すなら出そうか。あ、変わらずかき。
インバ限定戦とか出たらいいんじゃない。1800から3000何本。メトロ、ちょっと一回リセット競争に出て、調子取り戻して。海外か。アリスリード。フラワーだね。馬刺しフラワー。2番人気。アメリカ。リバ。まあ見るけど。多分、海外1戦目だから、デバフかかってまともなレースできないだろう。フランク・E・キルロー・マイルステークス。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エディオーレビュー、これは好スタート。ブリックス&モルタル、この馬も好スタートを切りました。レイクエストディグレッション、前に行きそうです。ブリックス&モルタル、それに続いています。さらにはエディオーレビュー、栗色の馬体、スターバーテックス、その後ろ先手を取ったのはエディオーレビュー、そして大きく離れてサーチサリー、この位置です。グリーンリドン、そのうちに続いています。赤の帽子馬刺しフラワー、いい位置につけました。その外にセカンドピコ、ピンクの帽子スターシップジュビリー、その後ろアンドラフテッド、すぐ後ろ内からはブロンズカンタと並んで1番グラブステリー、その外からバタープロデューサー、最高峰にユニ。このレースオーナーには海外 G1 制覇もかかっています。馬刺しフラワー、ここはぜひともその期待に応えたいところ。前はエディオーレビア、2番手はブリックス&モルタル。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。レディオーレビア先頭、残り 200m、 一気に後続がやってきた。ブリックス&モルタル必死に追います。レディオーレビア差を広げる。先頭はレディオーレビア、1着でゴールイン、2着はユニ、3着にブリックス&モルタル、3着のはレディオーレビア、見事な勝利です。ユニ、これはしょうがないね。ちょっと飛ばすか。ラスダ記念か。やめよう。あれ。ビクトリアマイルかな。この子は牝馬限定戦じゃねえと勝てねえ。まずはフラワーカップ早熟なんだよね。S やけど青場所とか出してみるか。もう A でしょ。どうデジタル。あ、またチャプチェの子供が。じゃあいい子供産むな。あ。これなんだっけ。
まあ、チェックはするけど。あ、つけてんな、これか。リーダーはスピオンメモリー上、根性精神健康4。メモしとくか。すごいね。エニーマンさん、4覚えとるな、それ。4以上か。こうか。4以上やけん、こうなるか。根性精神健康4。すごいね。よし。4。よう覚えとう。期待できそうやな。バースがちょっとあれか。まあまあまあ。同じ牧場にドース手の馬が3頭いるとかだから、この世代いいかもね。へえー、そういうのもあるんだ。同じ牧場にドース手。へえー、あ、適当デジタル2番目。やっぱスピードが一番欲しいもんな。ブルーアイランド先頭、しかし後続はすぐ後ろ、しのぎきれるか。ここで先頭に立った適当デジタル。2番手はブルーアイランド、適当デジタル粘る。適当デジタル、デジタルはダートだな。適当デジタル1着、2着はサウンドトゥルー、3着にセシルスウォード、勝ったのは適当デジタル。あ、賢さもし異常確定でした。ああ、なるほどね。すごいね、リーダーって結構そんなすごいんだ。完全に上がってあるか。久しぶりに特性ついた気がする。もういいでしょ、2番にラブカンプいんじゃん。ラブカンプーって1000プリンターだったよな。なんかわけわからん、人気してない時に勝って人気してる時に負けたりしてたよな、このラブカンプー。俺このめっちゃこいつ戦績がすごかったイメージがあるんだけど、なんか人気ない時に2連勝ぐらい重賞してなかったか、ラブカンプー。モズクスーパーフレア、ここら辺か。モガエでしょ、先頭、それを追って内からモモコアって逃げ馬のイメージがあるんだが、残り200m 先行馬だな。後続を引き離すノームコア、足色は衰えません。2番手はモガエでしょ、ノームコア圧勝、圧勝。今ゴール、またもこやつ強いね。2着はモガエでしょ、ノームコア見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。ちょっと勝てないな、このノームコア。今のノームコアには1600レコー、1400か、レコードか。マジ強えな。習得賞金は加算できたか？うん、一応2着やけん。できたけど、出るっちゃ出れるね。よし、出すか。早熟だしな。さあ、スプリングステークス。2歳王者、直進番長。復帰戦。ライバルになっちゃったよ、ノームコアと。新しい状況。ああ、大阪杯。ああ、教科書はまあ出しましょう。これはもういい。よいしょ。一番に、ほい、アノンプレミアがまたいい。あ、タイムフライヤーだ。あー、エタリオ出てる馬は結構強いぞ。ルーカス、これ あれじゃない、
こいつ、これもね、俺、ポグ取ってたんだ。ルーカス。これ、何の弟だっけ？お忘れした。モーリスか。モーリスの弟とかじゃなかったっけ？違うっけ？ですね。うん、そうよな。オブセッションもいる。結構、骨太そう、揃ってるな。今日ラストレース、これね。極真番長、先頭。しかし、後続も伸びてきた。あと200メートル。これ誰だ？ここで後続が襲いかかる。残り100メートル。粘れ。2番手はタイムフライヤー。極真番長、先頭だ。粘ったね。極真番長。危ねえ。よしよしよし。1着、2着はタイムフライヤー。これが G1 馬だ。極真番長。タイムフライヤー強いな。この世界のタイムフライヤー強いのかもしんね。ホープフル勝ってるよな、タイムフライヤー。で、なんか調子、そっからなんかおかしくなったよな。なんか着いた。着いたー。いいね。ダートも行きましたね。うん、ダートも。走ってたな。歩けばいいな。行こうか。馬刺しオペラを。あはねえな、ちょっとよくねえか。皐月賞やめようか、じゃあ。パワーねえの、ちょっと致命的だな。でも、ホープフルは結構ダートいける馬が来るらしい。来るよね。ドライレーデーとかもそうだもんな。あの、年末の芝で勝つ馬ってやっぱパワーがいるんだろうな。あ、極真番長。乗ったわ。アグネリア。アーモンドアイと同世代か。アーモンドアイ世代、インディーチャンプ、ピエールマン、クラシックシーズン。毎回ね、ここら辺が一番面白いんだよな。クラシックが始まる前がな。今日は、じゃあ2018年3月から次回、またやりたいと思います。今日はこれで終わります。お疲れ様です。ありがとうございます。おつです。はい、お疲れ様です。では失礼します。